私たちの研究室では光を吸収する、また光を発光する材料を一分子レベルで研究しています。そのような材料は、例えば有機EL、太陽電池、エネルギー交換デバイス、様々な応用に期待されています。一分子レベルで調べることによって、バルクの材料では全く見られない新しい現象やナノスケール特性が初めてわかります。では、どのように一分子の研究を行うか。蛍光顕微鏡を使います。非常に低い濃度で作った分子の試料に光を照射し、光っている分子を蛍光イメージとして検出します。それぞれの分子について発光スペクトル、発光点滅、発光寿命、また分子の位置と配光、このような基本的な光物理的なパラメータ性質が得ることができます。一分子の測定の様子を実験室で見てみましょう。ここではペリレンと呼ばれる分子を薄く分散させた状態で顕微鏡に設置します。顕微鏡を通してレーザー光を試料に照射すると、分子がその光を吸収し発光します。この発光をまた顕微鏡を通して高感度カメラで観察すると発光の様子が見られます。これらの一点一点が一分子からの発光で、先ほどの説明のように発光の点滅が見られます。また焦点をずらすことで分子の配光、さらに他の装置と組み合わせることによって発光スペクトルも測定できます。一分子についてこれらの光物理的特性を詳細に検討する手法を単一分子分光法と呼びます。私たちの研究室ではこの単一分子分光法を用いて材料科学分野の様々な課題にチャレンジしています。例えば、蛍光分子のコンフォーメーションと光、あと電子的特性の研究、単一分子プローブによるソフトマターのダイナミクスの研究、単一分子有機EL素子の特性、半導体量子ドットとペロスカイトナノ結晶のナノスケール特性の研究、自然および人工集光アンテナ、またタンパク質エネルギー交換デバイスの研究、冷気視覚散とフォトンアップコンバージョンについての研究、さまざまな幅広い研究を行っています。このように我々はさまざまな材料のナノスケールでの現象を詳細に理解し、科学技術発展およびそれを通して社会に貢献できる研究を目指しています。